Raoul, Toki, そして Kenshiro. 北斗三兄弟による壮絶な戦いは相打ちに終わった。ラオウの負傷により剣王軍は一時衰退。その間に聖帝サウザーは聖帝十字寮の建設を進め、真の覇者は自分であると世に示した。ラオウですら戦いを避けていた男サウザーだが、トキはラオウが解けぬサウザーの体の謎を知っていた。トキはラオウを連れ聖帝十字寮に向かう。サウザーの謎を解き明かすために、そして決戦に向かうケンシロウの道を切り開くために、北斗三兄弟とナントの小生サウザーとの戦い、天高くそびえる十字寮は北斗の墓場か、ナントの墓標か。私はサウザーの謎を知っている。何？トキ、ウヌは？第二は宿命の道。半人前の技では俺は倒せんぞ。ケンシロウさんを探さなくては。濁さんぞ。見たことすげえと言われとるんでな。ラオウ、ケンシロウの道を開いておく。ケロウ、それがどうし、なんという、僕との激流を制するは制す。Thank you.
しやすいや。出るがよい。いや
よし、クソだ、やっかい。
激流を制するは制する。愛は進んでも剣は寸分の衰えも見せぬ時、恐ろしい男よ。
を開けるがよい。来るがいい。お前は殺気が強すぎる。
私の剣をその目で確かめるがいい。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。激流を制するのは私の剣をその目で確かめるがいい。私は倒せんぞ。ちょうどいい。まとめて聖帝十字領の土台にしてやるわ。変装百裂拳。手出しはならぬ。この戦いを汚す者は剣王が許さぬ。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。Thank you.